アメリカのアザー厚生長官は6日、緊急使用の申請が出されたファイザーとモデルナの新型コロナワクチンについて、FDA ・食品医薬品局が数日で許可するだろうと述べ、近く接種が始まるとの考えを示しました。これは ABC テレビの番組で述べたもので、一般国民向けの供給は来年2月から3月になる見通しだと明らかにしました。